10秒前です。どうも、突然ですが僕立候補します。急に何っていうか何に立候補するの？選挙。いや待て待て、俺たちみたいなバカな芸人が政治は無理だろう。 AKB 総選挙。いや待て、それも無理でしょ。お前、俺なんかアイドルじゃないし女の子じゃないし全然可愛くないさね。お前なんか勘違いしないか？何が？俺が言っている AKB っていうのはアメリカの極地でビーチバレーする方の AKB だよ。なんかそれや、聞いたことないよ。だいたいアメリカの極地ってどこかや。ビーチバレーする？そんなの勝手にやれ。そんなの選挙でしないでいいやし。私が立候補した金城大河です。勝手に演説始めるな。私がこのアメリカの極地でビーチバレーする総選挙に当選した暁にはテニスというスポーツをもっともっと盛り上げていきます。ビーチバレー関係ないやし。そして消費税を 1500% にします。消費税多さよ。 1500%？ 聞いたこともないけど。しかもこの選挙に当選してもそんな権力ないでしょ。なのでこの AKB 総選挙、すなわちアイスを食いたいからバイトする総選挙に当選したいです。さっきと名前変わってるやし、もういいよ。どうもありがとうございました。キラキラ光るお空の星よ。キンピラゴボウのキンキンピラピラお星様ラジオ。さあ、ということで始まりました、はい、FM ギノワン FEC チューンド木曜日、キンピラゴボウのキンキンピラピラお星様ラジオ、ということで始まりましたよ、うん、はい、皆様、オープニング漫才いかがだったでしょうか。はい、ですね、あ、自己紹介からしましょうか。しましょう。はい、自己紹介しましょう。すみません、うん、僕たちはですね、沖縄のお笑い団体演芸集団 FEC という事務所でお笑い芸人やっています、きんぴらごぼうの金城大河と、鉛筆の硬さはもっぱら F でおなじみのきんぴらごぼうの富川森光です。よろしくお願いします。お願いします。ということで F の硬さってどんな硬さ？ F はね、うん、あの HB よりちょっと硬いぐらい。これ誰が使うの F って？F ってあるわけ？わかる？いや、まあ聞いたことあるんだけど、俺いつも誰が使うんかなと思いながら。そう、あの多分、うん、あの F って、うん、なんか珍しいよねみたいなやつが使うんじゃないか。俺みたいなね。なるほどね、うん、あのちょっと F を使ってるのに、はい、もう自分のこの感情が高ぶる感じ。俺は F を使ってるぜみたいな。お前ら F 使ったことないだろう。だいたいない F 使う人。ということで、はい、ですね、この時間帯はですね、FM ギノワンさんの方でですね、はい、この時間帯毎週月から金曜日まで月金、はい、沖縄にありますお笑い団体演芸集団 FEC の、はい、芸人僕らがですね、うん、毎日日替わりで、うん、お送りしていきまして、で木曜日は僕らきんぴらごぼうが、そうなんですよ、はい、この時間帯を担当させていただくことになっております。はい、はい、タイトルね、初めて聞いた方いらっしゃると思うんですけども、うん、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオ。ちなみにラジオの G は G に点々ですね。先週も言ったけどさ、だからその G の発音がわからないからラジオね。ラジオ毎週やっていく気。やらない今日ぐらいで終わりにしようかなと思ってますけど、はいはい、いや、いいでしょう。はい、ということですけれども、うん、まあまあこんな感じか。こんな感じですね。はい、ということでオープニング漫才、はい、これをですね、あの毎日この月曜日か金曜日、うん、この時間で担当する芸人で、このそう 毎週共通のお題でね、はいはい、やってるんですけども、今週は立候補、立候補ね、はい、昨日って先日、うん、あの選挙がありましたじゃないですか。そうですね、参議院の、ね、はい、選挙があったということで、例えばほら僕なんか今22で今年で23とかになるんですけども、うん、この時間帯担当してる他の芸人ね、はいはい、月曜日担当しているこのクーター進化とかだったり、うん、
例えばあと誰になるのか、金曜日担当の明日担当のね、はい、KY デンジャラスっていう後輩芸人がいるんですけれども、はい、とかはもう今19とか18とかだけど、はいはい、なんか今回からこの18まで選挙権が下がった、そうそう18からかな、18からか18から、うん、はい、選挙ができるということになったということで、うん、こう初めての選挙だったということで、いろいろ今回のテーマを選挙にしたんですけども、はい、ね、これどうでしたかね、どうでしたかね、消費税 1500% だって100円のもの買ったら1500円になるってことでしょ、1600円かな、1600円か、それがつくからね、うん、買わねえよ消費しねえよ、もう、うん、こんなんあったらさ、いや、ということですけど、ね、物々交換が流行るはずそうだね、うん、確かに買わないでね、物々交換が流行ると思います。あ、ということですけれども、はい、キンキンピラピラお星様ラジオ、うん、メールの方も募集していきますよ。募集してます、はい、メールアドレス紹介しておきましょうか、はい、メールアドレスの方はですね797@fmginowan.com、うん、797@fmginowan.com ですね、797@fmginowan.com ですね、はい、はい、こちらの方までメールお待ちしております。お願いします、はい、メールテーマ何でもいいですよ、なんかね、こう僕らの質問とか、うん、今日は星が綺麗だねとかね、なんかそういうのいいですね、うん、ロマンチストなねいるかな、ロマンチストなリスナーの方いますね、まあ、リスナーは大体ロマンチストだよいいこと言いますね、うん、いいことかどうか分からんけど敵を作らないですねあとですね、 FM ギターの方ではですね、はい、ツイキャスですね、ツイキャス、あとユーストリーム配信、サイマルラジオの方でもですね、うん、配信しておりますので、そちらの方からも聞けますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ツイキャスの方ではこちらの方でメッセージも、はい、入れますのでね、なんかツイッターでパパパパってつぶやいていただければ、そうそう、ただいかんせんツイキャスに僕なんかがあんまり慣れてないの で、 そうです、ね、拾えなかったりとかすることもあるんですけど、はい、そちらの方はご了承ください、はい、すいません、極力拾うようにはしますので、はい、よろしくお願いいたしま す、 します。あとツイキャスというストリームの方はですね、うん、ちょっとあのラジオ中曲とか流すんですけども、はい、最悪曲が流れない場合が、最悪というか曲は流れませんので、はいはい、すいません、そちらの方もご了承ください、よろしくお願いいたしま す、 お願 い、 します。いや、ということで始まっていきましたよ。僕はあの最近いいことがありまして、いいこと、はい、なるほど、どんな、僕の友達がちょっと結婚することになったんですけど、うん、お、本当にですか、はい、そのですね、いいすね、うん、司会をちょっとやってくれないかな、結婚式の司会ね、そうあ、この前あったやつね、なんかね、はい、なんかやってくださいってあったやつね、そうはいはいはい、歴史選手話してないよね、これ、話したっけ、選手は話してない、話してないよね、うん、あ、そうそう、うん、でさ、この嬉しいことがあって、はい、僕なんかもいかんせんその経験がないもんですから、そうですね、結婚式の司会なんてやったことないですからね、はい、ちょっとその仕事を受けるにあたって、うん、こう僕なんかの事務所の社長さんから、はい、社長から、はい、こういうね経験ないですけど、うん、それでも大丈夫ですかみたいな、一生懸命頑張りますんでっていう胸をちゃんと伝えてねって言われて、はいはい、そう伝えたんですよ、はい、そしたら、うん、大丈夫、自分が結婚する時の司会は森光って決めてたからって来て、うん、ちょっとそのなんていうんですかね、僕専門学校で知り合った友達なんですけど、はい、で、はっきりしても専門学校でなんていうんですかね、うん、こう芸人やるって決めてたんで、あんまりこう身になったことはあんまりないというか、知識、専門的な知識を、まあ、学んだりはしたんですけど、はい、その将来に役立つものはあんまりない、なんかちょっと無駄な時間だったなっていう思ってたこともあるんですよ。だけど、うん、こうやってなんかそう友達がね、うん、そういうふうに思っててくれたんだったら行った価値もあったかなって思って、いやもういいと思いますよ、泣きそうなって、じゃあもう、 そう森光だけで司会するもん、それは違う相方さんにもよろしくねってめっちゃ言ってるから、あ、そうなの、言ってくれてる、ありがとうございますね、うん、だ本番ちょっと俺、うん、泣いてから司会できないかもしれない、しれちゃんと、じゃあ変え途中で変えるかもしれない、いやダメでしょ、大河に任せた知らんちゅうだしな、大河からしたら何も知らできないからさ、うん、ええ、大河なんかありましたか、いいこと、うん、いや俺はないね、ないんかいあるだろ一個ぐらい僕は基本的にいいことあんまりないの、うん、なんかじゃあそうなんか今話しときたいこと、あーとですね、うん、ちょっと髪が伸びてきまして最近、あーちょっと、ま、A4A4用紙、違う、その紙じゃない、用紙じゃなくて、A3 とかが、あの、ヘアの方で、ヘアの方、ヘアの方、ヘアの方、HAIR の方、ヘアの方ですけど、R の発音、え、 R の発音の話じゃないですか、ヘアの方、髪切りたいので、なんか髪型、はい、なんかおすすめの髪型がありましたら、なんかメールかなんか、なるほど、ツイキャスの方かなんか、今これ流行ってますみたいな、この髪型どうですかっていうのをね、はい、はい、じゃあ、年々、そちらの方もお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ、始めていきましょうね。はい、ここでじゃあ一旦 CM に行きましょうか、はい、大丈夫ですか、はい、じゃあ CM です、どうぞ。
はい、ということで、はい、この間もなんかツイキャスなるものはユーストリームか、はい、流れてるんですかね、はい、流れてますよ、はい、いい感じじゃないですか今は、うん、今いい感じですねいい感じです、ね、時間もちょうどいい感じですよ、はい、今はもうということで、これツイキャス見てる人ごめんなさいね、うん、こう今しか休み時間がないので、そうなんですね、俺なんか普通にうーとかやっちゃうかもしれないけど、ちょっとじゃあツイキャスの方も反応しますか。行きましょう。愛知県のユーミさんから、はい、大河君、森光君、こんばんは。今日も暑かったね。そう、沖縄も暑かったですね。暑かったですよ。愛知県も暑かったんですかね。ですかね。はい、ということでありがとうございます、はい、これからよろしくお願いしますね。20秒です、はい、あと20秒らしいですよ、はい、パニパニさんからも、パニパニさんからも社長イコール山城友次さんですね、はい、あの山城友次ですねそろそろ始まりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。あのジングルからいきます。はい、はい、ということで金ピラごぼうの金金ピラピラお星様ラジオやっていますけれどもですね、はい、なんか金ピラごぼうが FEC 県の金ピラごぼうがこの時間帯でお送りしていますよ、はい、ということで早速コーナーの方行きましょうか。行きましょう。こちらのコーナー、沖縄自由研究。はい、ということで始まりました、はい、沖縄自由研究ですね。そうです。ここではですね、せっかく僕なんか沖縄でラジオをさせていただいて、うん、なおかつですね、はいはい、沖縄の芸人ということですので。そうなんです。お笑い芸人ということですので、沖縄のことについていろいろ調査そして研究をしていこうというコーナーとなっております、うんうん、いいコーナーだ。はい、自分たちの沖縄力の向上と同時にですね、うん、リスナーさんにも沖縄について詳しくなって、はい、もっと興味を持ってもらおうというコンタになっております。女子力もね、女子力も上がるかもしれないですよ上がるかな上げてどうするんだって内容によりますけど、ね、はい、はい、ということで今回はですね、うん、ちょっと宜野湾の方とかはちょっと のあまりなんだろうな、慣れ親しみがないかもしれないんですけども、え2回目にしてこのコーナー2回目にして宜野湾でやらせてもらって、はい、先週はね、うん、58号線と330どっちが好きかっていうのを街頭調査宜野湾に、はい、寄せはしたんですけどね、うん、今回はですね、寄せたって言い方ない、ね、なんかよろしくないな、ね、寄せたって言い方、ね、寄せたって言ったので、ね、まつわるとかまつわる調査をしたんですけども、はい、今回はですね国際通り付近について、はいはい、っていうのを皆様にちょっと知ってもらおうかなって思いまして。なるほど。まあただなんかみんなにただ国際通りについてこうどうだこうだ僕なんかが言うのもあれなんで、はいはい、ちょっとリスナーの方とか森光にもね、はいはい、楽しんでやっぱりその知ってもらおうと思ったので、なるほど。ちょっと軽くクイズ形式にしてみました。クイズ形式いいですね、はい、クイズ形式でやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたしますね、はい、これってなんか正解したら1000万もらえる、うん、いやもらえビオネアみたいな形式じゃない。俺なんか貧乏芸人だからさ。そうなん、ミノさん出てこない。ミノさん出てこないから今パッと見渡したところミノさんらしき人いないスタジオ内にいないので。俺には見えるけど怖い怖い怖い、それミノさんみたいな、ディレクターの人しかいないから怖いからさ、怖いよ。ミノさんじゃない。違う違う違う。ミノさんだ。すいません、ミノさんだと思ってました。いや、はい、それはよろしくお願いいたします。お願いします。ということで今回は国際通り付近について、うん、早速ですけど、じゃあ皆様にクイズ出したいと思います。はい。いいですか。じゃあ森光もじゃあよく、なるほど、よければ答えてください。はい。いきます。じゃじゃん。次のうち国際通りの名前の由来について正しいものはどれ？名前の由来。はい。名前の由来ですよ。1番。戦後復帰時、ここはたくさんの外国の方がいて、通りが多国籍化していたため国際通りという名前になった。なるほど、これっぽいな。2番、昔ここの通りの付近に国際劇場という名前の映画館があったため国際通りという名前になった。これっぽいな。3番、昔この通りに犬や猫の糞がたくさん落ちていて、通る人がみなうん、うんこくさい、うんこくさい、うんこくさいと言っていたため、それがだんだんとなまってきて、うんこくさい、うんこくさい、国際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 通りとなった。これではないな。これではないな。完全に3個目だけちょっとふざけに来ました。ということで1、はい、2、3番ありましたけれども、ね、そうなんですね、うん、いやこれはないです。3番もありえるかもしれないですよ。ないでしょ。ないかな、うん、
3番、はい、どんなですかね。そうですね、どれだと思います、森光は。だから僕はですね、もう答え知ってますからね、うん、知ってるって言い方ないでしょ。打ち合わせの段階でちょっと、いや打ち合わせとか言わんけよお前打ち合わせじゃないだろお前いやいや、でも分からないですよ。どんなだと思います、どんなだと思いますかね。他国籍化していたのか、はい、こう近くに国際劇場という名前の映画館があったのか、うん、はたまたうんこがたくさん落ちてたのか、うんこって言っていいのか分からないですけどね、はい、はい、どっちだと思いますか。はい、リスナーさんから、はい、ツイキャスの方も反応ありますので、はい、ちょっと読んでみましょうか、はい、パニパニさんという方からいただいてます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、3番嘘、2番だよと。お、あ、3番じゃないんですかパニパニさん。本当は3番だと思ってるんじゃないですかパニパニさん。猫とかの糞いっぱい落ちてるんじゃないですか、うん、一応2番ですね。じゃあパニパニさん、はい、2番、はい、森光何番だと思うの。そうですね、僕は2番ですかねそっか、うん、いかんせんね、ちょっと答えを知ってるっていうのもあるんですけど2番なんじゃないでしょうか。いや、はい、待てよおいクイズの楽しみ全然ねえだろそんなこと言ったらよ。いやいや、それは僕は嘘ついてるかもしれないですからね、まあ、確かにね、うん、確かにねと言ってあれですけど、はい、じゃあもう発表しましょうか。早速ね、早速早速ですが、うん、と いきましょう。はい、正解は2番。 おめでとうございます。分かってた、分かってたって言った一応森光正解ですね、はい、あ、パニパニさんも正解ですよ。1ポイント、パニパニさんと僕には1000万が、はい、はい、あったらね、あ、僕があったら振り込みますけど、生涯を尽くして払ってほしいよね月々みたいな、これに対してね、いや、月々1000円ずつ、はい、ということで正解は2番の昔この通りの付近に国際劇場という名前の映画館があったためですね、はい、なるほど。まあ、もう少し詳しく言いますとですね、うん、その戦後国際通りのほぼ中央、はい、真ん中の方にですね、はい、あのアーニーパイル国際劇場という名前の映画館があったんですね。アーニーパイル国際劇場、はい、国際劇場という映画館があって、はい、でそれがなんか潰れる、なんかもうなくなるっていうことで、なるほど、なんかそれをなんか記念してじゃないですけど、うん、だからなんかそれをその名前を取って、はい、国際通りという名前になったらしいですね。すごい劇場だったんでしょうね。なんかすごい栄えたんでしょうね、うん、まあだからその今なんだろう、このアーニーパイル国際劇場があるところがですね、はい、今のですね、うん、この国際通りの那覇市の文化展物館という建物があるんですけども、はい、そこ付近だったらしいですね。ほうほう、はい、にあったこの大きいアーニーパイル国際劇場、はいはい、という映画館があって、うん、でちなみにこの国際通りですね、うん、あの戦後ですね、終戦後、はい、県内で一番早くいち早く復興を遂げたことから、はい、別名奇跡の1マイルと呼ばれている。奇跡の1マイル、はい、この1マイルというのもですね、この国際通りの長さが、うん、全長がちょうど 1.6 キロ、なるほど、ちょうど1マイルあったということと、はい、その復興が早く、はいはい、こう済んだということから、その奇跡の1マイルという別名で呼ばれているこの通りになっているんですね。なるほど、はい、どうですか、ちょっと勉強になったんじゃないですか。勉強になりましたね。そう、国際通りね、うん、で、せっかくなんでね、はい、その国際通り付近にまつわる皆様の情報もね、うん、いろいろ言っていこうかなと思ってまして、うん、まあ、先ほども少し出ましたその、はい、那覇市の文化展物館ですね。文化展物館、昔アーニーパイル国際劇場があった近くに、うん、アーニーパオ、今でこそ近くがこう文化展物館ありますけども、アーニーパオめっちゃ、アーニーパオめっちゃ言うやし、アーニーパオでしょ語源が何か分からないやつ、そうなってきたらアーニーパイル国際劇場があったその、はい、近くにね、那覇市文化展物館というところでは、僕なんか、うん、FEC はですね、はい、毎月第3土曜日にそのお笑い劇場という大きい舞台をやらせてもらってます。そうなんですよ、いつもお世話になっている展物館の近くにその国際劇場があったということもね、はい、すごい勉強になるんじゃないですか、とか、とか、とか、やっぱり国際通りっていったらやっぱ次に思い浮かべるのが多分これでしょう、三越、三越、三越、今でこそね、三越ちょっとなくなって、今別のハピナハという建物になって、はいはい、で沖縄吉本さんがそこにね、はいはい、来てしてね、そうですね、あの前365日こう毎日劇場、なんかお笑いの劇場だったり、こう見せ物、そうそう、有名な芸人さんが、ね、そこ本当から、はい、有名人が来て来てやったりするっていうね、気軽に見れる場にもなってますし、はい、お化け屋敷もあったりしますしね。え、待て待てや、他事務所の宣伝し始めるってどういうことかいや、宣伝じゃない、ね、こういうのもあるよ、歴史がありますよってことですね。いろいろこう移り変わっていく流れによって、こういろいろ移り変わっていく、吉本芸人さんもこう FM ギノワさんでね、ラジオいっぱいやってますもんね、はい、いろいろこういうのはいろいろ力借りていきましょう、はい、力をね、向かい側では僕なんかもやってるということで、そうですね、別に言わんけなんかちょっと対抗してるみたいになってるやつやん僕なんかは月1なんでね、月1ですけども、1回ぐらいは来てほしいな
1回だったら来れるかな。そうですね、そうですね、はい、はい、ということですけど、うん、あとですね、まあ、ちょっと僕が少 しそこでお仕事してたということもあるんですけども、うん、この平和通り、国際通りにね、はいはい、こう隣接っていうかつながってそのまま平和通り商店街っていうね、うん、大きい商店街の通りがあるんですけども、うんうん、平和通り商店街一番奥の方にですね、うん、冷やみかち町ごわ館っていう冷やみかち町ごわ館、こうイベント施設があるんですけども、うんうん、これは那覇市の授業でやっているこの余興の場所なんですけどもですね、はいはい、こっち利用がですね入場無料になってるんです。入場無料、何をする場所かと言いますとですね、うん、こちら休みの日ね、はい、ま、毎月毎週土曜日日曜日はですね、うんうん、いろいろ出し物をやってるんですよ。なるほど。沖縄の内縄芝居だったり琉球芸能、無料 で地元で活躍されてるアーティストさんのライブだったりっていうのを、はい、無料でやってるんですよ。いいですね。でその1日2回公演、うん、1時と3時、うん、午後の1時と3時でやってて、はい、でこう入場無料でタダで見れてるとかあったりですね、はい、うん、僕なんかもね、そう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 、やったりとか、そうそう、芸人がこっちでネタやったりとかもありますし、うん、はい、あと平日はですね、はい、なんかなんだろう、ゼミ講座も行ってます。講座、講座、例えば三振講座だったりとか、はいはい、例えばカチャーシー講座とかも、うん、これも全部無料で、お得、習うことができますので、例えば観光客の方とかさ、はい、外国の方、お友達、うん、知り合いの方がもし沖縄に来るっていうのがありましたら、うん、ぜひともその冷やみかち町側から ね、いろいろ、でも地元の人も結構楽しめるような内容になってますので、そうですね、はい、はい、なってますので、うん、で待てや、また冷やみかち町側からの宣伝になってるやつ自分たちの宣伝せい、自分たちのいいじゃないですか。いいですよね、やっぱみんなで沖縄を盛り上げていきたいなって、そうそうそう、一緒に一丸となって沖縄を盛り上げていくんですよ。そうですね、はい、はい、ということでこのコーナーは皆様に国際通り付近についていろいろ詳しくなってもらったんじゃないでしょうか、はい、いやいいですよ、多分ね、うん、明日あたりから冷やみかち町側間にも、うん、ハッピーな感じの人がいっぱい増えるんじゃないですかね、来てくれたらいいですけどね、とそのなんかそのついでと言ってもなんですけど、うん、僕なんかの FEC のお笑い劇場にも遊びに来てくれたらいいですね。そうですね、はい、こちら必須で必須でよろしくお願いします、うん、ということで以上、はい、沖縄自由研究のコーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、うん、まあ、ということでちょっとこうツイキャスの方反応がありますので少し紹介しましょうか、はい、来ていますね。愛知県のユーミンさんよりいただいておりますよ、はいはい、国際通りといえば那覇タワーでした、なくなってしまって残念。ああ、那覇タワー、那覇タワー分かんないな、聞いたことしかない。あのね、うん、建築の勉強をしてたんで、うん、そういうなんか昔のちょっと、有名なというか、そうそう、その建築物だったりとかは見たんですけど、うん、やっぱ写真でしか、はい、あ、那覇タワーね、分かんないですね。僕なんかもそう、僕もちょっとよく分かんないです、はい、那覇タワー、そうなんですね、はい、あとパニバニさんとかですね、うん、ハピナハも来年までだよねと、そう、なんかそう、建物がさ、三越の建物がやっぱりちょっと老朽化してて、はいはい、なんかもう建物自体を一回取り壊さないといけないということで、なんかそのハピナハもね、はい、ちょっと来年までということになってるらしいんですけども、まあまだそれにしてもね、うん、なんかいろいろまた そこでいろんな建物また新しくできてさ、はいろいろ国際通りとか、ね、が活性化してね、うん、いいと思いますよね、沖縄が盛り上がっていけばなと思いますけど、うん、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、じゃあここら辺で曲いっても大丈夫ですか、はい、はい、じゃあここら辺で曲とそのまま続けて CM までいきましょうか、はい、じゃあ曲これいきたいと思います。 2PM でハイヤー、ちょっと押したかな、少し押した押しましたかね、大丈夫ですかね、あ、すいません、間違えた、大丈夫です、大丈夫です、先 CM いっちゃいました、はい、CM 終わり曲に曲、はい、大丈夫です、大丈夫です。ツイキャスは配信してる、そうですね、ツイキャス忘れてましたね、はい、こう忘れちゃいますね、ツイキャスね、今一覧14名見ていただいてます、ありがとうございます、14名、この時間に15名いいんじゃないですか、15名、うん、ちょっとさっき18名でしたけど、ね、3名減った、ちょっと見てから、あ、はい、ちょっとあんまり面白くなさそうだなと思ったんかな、なんか国際通りの話してるわと思ったのかなということで今こちらの方では CM と、はい、曲が本ないんでは流れてます、今までありがとう、歌歌った方がいいかな俺なんかが歌歌ってるので、そうですね、うん、なんか先週はさ、やっぱ初回っていうこともあっていろんな人がこうバババババってね、ツイキャスをしましたけど、ね、覚えてくれたんですけど、今日は今日意外と落ち着いてます、ね、落ち着いてまして、はい、メールとかどうなんだ、メールも来てます、ね、お笑い大好き高校生、ユミさん。
次の CM 曲開けて。さあ、今日流れてると。はい。まあ、ツイキャスの皆さんには、ちょっと、でね、ちょっと、皆さんそれぞれで、好きな曲を。音楽入ってるのかな、ちょろっと聞こえたりするのかな、まあまあまあ。大丈夫、大丈夫ですか、大丈夫ですよ。はい、ね、ということですけど。はい。まあまあいいんじゃないですかね。どうしましょうか。どうしましょう、まあ、皆さんは自分の好きな曲を聴いていただいて。あ、いいかもしれないね。自分たちの曲を聴いてるね。そう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 。これなんで、じゃあ ちなみに今ですね、はいはい、2PM、うん、あの韓国のアイドルで 2PM っていうのがいるんですけど、2時ね、午後2時、午後2時、2PM っていう、 こうグループがいまして、はい、そ今そのアイドルの曲を今流してるんですけど、はい、僕のお母さんが、うん、その最近こう2PM にすごいハマってまして、あ、そうなんですね、最近とかもう半年、1年ぐらい経つんじゃないかな、はいはい、もうね、ちょっとバイトとか終わってお家帰ったらさ、うん、もう 2PM 流れてるわけよ。ああ、もう嫌というくらいで、僕はね、はいはい、13個ぐらい離れた弟がいるんですけど、はいはい、弟も学校帰ってきて勉強してるさなか、ずっとあの 2PM の曲が流れてるもんだから、はいはい、全部覚えてるんですよ、もう。なるほど。これ歌ってって言ったらこれめっちゃ歌うし、すごいなと思って、お前もしかしたら英語とかより韓国語喋れるんじゃないかって。ああ、韓国語だもんね。そう、韓国語で歌って、まあ日本語で、ね、カバー、うん、日本語でまた歌って、はいはい、同じ曲歌ってるのもあるんですけど、うん、韓国語の曲もあってね、一時期ね、うん、その僕のお姉ちゃんが、うん、そのセイントセイヤっていうアニメにハマってる、はい、セイントセイヤね、はい、もういつ家に帰ってもずっとセイントセイヤの、ね、あのアニメが流れてるんですよね、うん、こんなに見るかっていうぐらい、家帰ったらそのオープニングテーマで、はい、うん、セイントセイヤーってその時は嫌でしたけどね。ということで、はい、あと CM がもう少しで開けるみたいですので、はい、はい、曲がね、曲が、そうだ、曲、はい、よろしくお願いいたします。残り10秒です。はい、はい、はい、ということでお送りしました 2PM でハイヤーとなっておりますね、うん、はい、ということですけれども、あ、これはもう、じゃあジングルは大丈夫ですか。OK、はい、ありがとうございます。ということで、きんぴらごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ生放送で FM ギノワンの方からお送りしておりますよ。はい、僕たち沖縄の芸人きんぴらごぼうと言います、はい、よろしくお願いいたしま す。メールの方届いてますので、紹介しましょうか、ちょっとメールの方から、ね、はい、はい、行きましょうか、紹介していきましょうか、ちゃちゃっと行きましょうか、パパパ、いや、ありがたいですね、メール、いいですよね、はい、ラジオネーム行きましょうか、ラジオネーム、はい、お笑い大好き高校生さんからいただいております、ありがとうございます、ありがとうございます。きんぴらごぼうのキンキン、あ、きんぴらごぼうのお二人こんばんは、とこんばんは、先週の放送聞きましたよと、ありがとうございます、はい、今週のお笑い劇場行きますねと、そういえばこの前クラスの男子とコンビ組みましたよ、お笑いを研究するため、これからもお笑い劇場 F ライブ見に行きますと。わー、いいじゃないですか。いいですね。いいですね、はい、クラスの男子とって女の子なのかな、男の子かな、そうですかね、わかんないな、なんか男子とっていう表現するか、うん、なんか女の子っぽいですね、女の子なんでしょうね、はい、いいじゃないですか、コンビ組んでなんかどんな感じのお笑いするのかな、うん、僕の俺なんかの見て研究できるかな。いや、それはするでしょう。まあまあでもね、うん、あの今週あるお笑い劇場を見に来てくれるということですので、はい、ありがとうございますね。はい、じゃあ続いていきましょう、こっちまで読みますか、はい、ラジオネーム愛知県のユーミーさんよりいただいております、ありがとうございます。大河くん、森光くん、はいたいと、はいたい、今日自転車でスーパーへ行ったら海ぶどうが販売されてた後だ、あ、海ぶどうが販売されてた後だけありました、後だけか、つまり売り切れと。そんなわけで私も噛み切りましたと。今日の愛知県南部は死に暑かった、ルートビア飲みたい気分ですね、太るから今は飲まないけど、ではではといただいております、ありがとうございます。はい、ね、暑いだから、暑いからさ、僕も今髪バーッと伸ばしてるから、なるほど、切りたいわけよ、だからなんか皆さん切りたに見れ切りたに見れってこと、音だけですごいそんな感じ、切りたいから切りたに見れ、ね、今やってますね、切りたに見れ可愛いよね、かまあそうだ ね、そうでもない、ちょっと僕はあんまり好きではないか、まあ、僕はもう全員可愛いと思ってますからね。
本当に。まあ人それぞれですからね。女性は全員可愛い。いやいい、いやいいと思います。全員ではないかな。いや帰え。言うなよそんなの。まあ時には可愛くない人もいますけど。可愛いだろみんなお前、うん。ということでメールありがとうございました。はい。まだまだお待ちしてますのでよろしくお願いいたします。うん、お願いします。海ぶどうも美味しいですよね。はい。はい、ということでじゃあ次のコーナー行きましょうか。行きましょう。じゃあ続いてこのコーナー。自分で解決お悩み自分相談。はい、ということで2つ目のコーナー始まりましたよ。このコーナーではですね、事前に自分たちで架空の人物の架空のお悩みを決めて、それを自分たちなりに解決していこうというコーナーとなっております。つまりはですね、あの僕たちのお遊びに付き合ってくださいというコーナーですね。はい、よろしくお願いいたします。ということで今日もお悩みの方が届いておりますので、というか前にその前にですね、その今日のお悩みをですね、解決していただく先生をお呼びしておりますので、先生のお名前から紹介しましょう、ね。じゃあ先生すいません、自己紹介お願いします。どうも、チンスコウのカスを集めて、公園の鳩に与える仕事をしています五十嵐鴈治郎です。今日はあの五十嵐先生、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ今日はあのお悩み自分相談ということで、うん、あの早速相談の方がね、はい、届いておりますので、はい、あのこうお便り読ませていただきたいと思います。はい、はい、ですね、ラジオネームプードルもどきさんよりいただいております。ありがとうございます。これじゃあ プードルじゃないんですねこれね。そうなんでしょうかね。私は分かりませんけど、プードルだからね、うん、分からにくいんですかね。ということでじゃあ早速読ませていただきたいと思います。はい、私はものすごい人見知りです。初対面の人と話したりすると緊張して仏頂面になってしまい、相手の人に印象が悪いように思われていないか心配です。なるほど。うん、せっかく仲良くなったりしても1ヶ月程度会わないでいると人見知りをしてしまいます。なるほど。うん、今年で32歳になるのでそろそろ人見知りも卒業したいです。なるほど。なのでどうにか人見知りを直したいのですが、どうすればいいでしょうかという、ラジオネームプードルもどきさんから。なるほど。はい、はい、ということなんですけれどもですね、五十嵐先生ちょっとこれどうされた方がいいですかね。そうですね、はい、ちょっと待ってくださいよ、はい、先生あの何でしたっけ、チンスコのカスを集めて、公園の鳩に与える仕事をしております。仕事をしてるんですよね、はい、この人見知りの相談はちょっと解決できそうですかね。大丈夫です。私ですね、はい、あの酸いも甘いも知っておりますゆえ、はい、人生の長らく酸いも甘いも、はい、あそう。ちなみに五十嵐先生、うん、今おいくつなんですかね。私ですか、はい、今年で99になります。すいません、なんか99の五十嵐先生こんな時間帯に呼んでいただいて、はい、すみません。99にもなるとね、はい、あのチンスコの数を集めて公園の鳩に当たるのが仕事になってくるわけです。これなんか例えば給料とかいただいたりしてるんですよね。うん、たくさんの鳩の笑顔が私の給料でございます。そうなんですか、はい、あなるほど、ありがとうございます。鳩は平和の象徴とも言われていますやはり、育てていかないとなと。九十九にもなると、あもう九十九、九十九すごいアピールしますね、うん、先生ね、思ってくるわけですね。 いいと思います、はい、あでも早速ですけれども、はい、このプードルもどきさんの、はい、ちょっと人見知りを直したいというちょっとお悩みなんですけど、うん、どんな風になんか直していったらいいですかね。なるほど、うん、まあ、人と話すことが、得意ではないということですけれども、はい、僕はですね、はい、鳩と話せます。あなるほど、うん、先生はやっぱりあの毎日鳩に餌をあげてることによって鳩とお話しすることができると。そうですね、まあ、鳩がフル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 言ってくるわけですね、はい、鳩がフルフルって言ってくるのも僕もフル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 と答えます、はい、答えますね、はい、そしたらまたフル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 と言ってくるわけですね、はい、ちょっとよく話の内容がよく入ってこないんですけども、うん、要は先生は鳩と会話ができるということですね。そうですね。でも先生これをどうやってその人見知りを直すのにこううまく活用するんですかね。はい、はい、そうですね、だから人と話すことが得意ではないということなので、はい、まずあのプードルもどきさんも鳩、はい、と話してみましょうということなんですね。鳩と話してみる、はい、なるほど、うん、まあ、まず人と話すのはちょっと緊張するからまずは鳩からということですかね。まあ、それもあるんですけれども、はい、まあ鳩だけにハートが強くなるんじゃないかでしょうかね、なんつってね。先生大丈夫ですかね。はい、まあ冗談はさておき。あ冗談だったんですか、はい、あちょっと今のちょっとなんか
なんかありえそうな感じでしたけどね、後から話して、はい、そこから人見知りを直すっていう過程だと思ったんですけど、まあここからが本題になるんですけどね。あ、なるほど、最初から本題に行ってほしかったんですけど、あ、じゃあどんなしてこう人見知りを直した方がいいですかね、このプードルもどきさんは。まあ、あの緊張したり、はい、人見知りの人はですね、うん、相手をじゃがいもに思えなんてよく言うじゃありませんか。あ、なるほど、うん、別のものに例えてこう緊張を紛らわすということですかね。それはあまり良くない。なるほど、あまり良くない、やっぱりあまりそれはあま有効的じゃないと、うん、そう、どうじゃどうしたらいいですかね。 なぜかというとそれはなぜかというと、はい、あ、なるほど、理由があるわけですね、うん、じゃがいものことをまずよく知らない。確かに、うん、そう、これ人を知らないから人見知りするんだよって、はい、じゃがいものこともよく知らなければもうじゃがいも見知りをしてしまう恐れがあるんですね。なるほど、じゃがいも見知りですね、はい、うん、極端にじゃがいもに変えてそれを、ね、紛らわそうということではなくて、そうそう、変えるものからまずはこう人、うん、このじゃがいも見知りを直すということからですかね、はい、そうするとですね、はい、あのじゃがいものことを深く知っていかないといけない状況になるわけです。そうですね、うん、結局なので、はい、北海道へ行きましょう。人見知り直すためにこれじゃがいもをに置き換えるのに、そうです、じゃがいも見知りを直すために北海道はまた北海道に行く、なんとか男爵とかあるでしょう。なんとかクイーンみたいな。先生もよくあまり詳しくはないんですよ。 なんちゃらあるでしょう。なるほど、はい、そちらをね、はい、よく知らないといけないということで、なるほど、まずじゃがいも農家でお世話になるわけですね、はい、うん、じゃがいもをこう作る育てるということで、はい、まあ、農作業はですね、はい、まあ、とても大変な仕事ですよ。そうですね、じゃがいも一から育てるというのはすごい大変だと思います。そこでもう一つ一つのねじゃがいもを愛し、はい、一つ一つのじゃがいもを大切にしながらですね、はい、じゃがいものその食べる人のことまで、思いながらですね、あ、いいですね、過ごすことで、はい、じゃがいものことを本当に理解することができ、はい、そして美味しいじゃがもりも、じゃがいもがですね。先生今ちょっとじゃがりこみたいなこと言いました。じゃがりもみたいなこと。じゃがいもはですね、はい、じゃがりもという時もあるわけです。なるほど。九十九ですから。九十九にもなると、確かに。じゃがいもでもじゃがりもでもどっちもいい。九十九の割にはすごい声量をハキハキしてますけどね。そうですね。はい、やば、珍しい九十九なんですね。なるほど、はい。でもこうじゃがいもじゃアイスということからなって、うん、はい、ということで、うん、まあ。美味しいジャガイモができるということです。そうですね、丹精込めてこう北海道まで行ってわざわざ丹精込めてジャガイモを育てると、はい、はい、っていうことですね。いやいや違う違う、先生、はい、ということじゃなくてですね、はい、こうそれをやることによって、うん、こうどう人見知りを解決するかっていうことなんですよ。なるほど、はい、そっちの観点から攻めたいわけです。いやいや、どっちの観点から攻めてたんですか。私はジャガイモの魅力について幅広い回答を求めてたんです。そうじゃないわけですね。それなるほど、そっちの観点から、はい、あなたはそういやいや観点からというか、この質問者さんはそうじゃないと思いますけど、はい、まあ、そうです、あなたはそっちの観点を聞きたいと。あ、結局、うん、結局人見知りは解決しないまま終わっちゃうということですか。わかりました、そっちの観点もじゃあ答えましょう。しぶしぶ答えましょう。そっちの観点が知りたかったんですけど、はい、あ、まあそうですね、はい、そういうことで相手をね、まあじゃがいもに例えた時でも、はい、まあこの相手をもうじゃがいもですから、はい、深く知ることができるわけですね。なるほど、はい、もう深く知ってますから、もうそら、はい、アルミホイルに巻いてこうバターを塗るもよし、でカレー粉をかけて人参の玉ねぎを持たせるもよしなんですよ。もうそこはあなた次第ですので、その場合相手は人間ですよね、うん、あ、じゃがいもではなくて、あ、そうですね、はい、でもまあこっちはもうじゃがいもと思い込んじゃうんで、もう相手はじゃがいもだってそうね、もう意思統率はもう思いの丈ぶつけられるんですよね。多分ですか、じゃがいも、はい、もうリスナーさんの方ついてきてないと思います。そうですかね、何が何か分からないんですけど、あ、まあ、とりあえず結局ですよ、はい、人見知りをこう直すにはですね、うんうん、こう最終的に何をすればいいかだけはちょっと五十嵐先生教えていただきたいんですけども。なるほど、はい、まあ結局なんですけどもね、はい、まあ、じゃがいもなんたらなんて言いましたけども、はい、とりあえずですね、はい、めっちゃ頑張って話しかけてみるっていうことじゃないでしょうかね。最終的に、うん、まずね、人に話しかけてみるっていうこの第一歩、これをね、最初はできなくてもコツ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 とやっていくことで、やっぱり、人見知りっていうのは徐々に徐々にでもなっていくものじゃないでしょうか。確かに、はい、ということで、じゃあ五十嵐先生からいいアドバイス出ましてね、はい、最終的にちゃんと人と会話する、ね、ということが、まあ、じゃがいもはですね、じゃがいもだと思い込んでも、あ、でじゃがいもは喋りませんので、結局そうです、ね、会話にはなりません。確かに、ね、じゃがいもはだって自分出ててそれ最終的にお気がついたんですね。じゃがいもは食べるものですから美味しくいただいてください。ということで、はい、ラジオネームプードルもどきさんのお悩み解決ということで、はいはい、ありがとうございました。五十嵐先生、また別のまたね、来週はですね、はい、別の先生お呼びいたしますので、はいはいはい、その際はまたよ、はい、お声かけさせていただくと思いますが、はい、その際はよろしくお願いいたします。ということで今日の相談解決先生は五十嵐先生でした。ありがとうございました。いや、ありがとうございます。こちらこそ。
ということでお悩み解決したということでこのコーナーも終わりましょう。以上、自分で解決お悩み自分相談のコーナーでした。はい、ということで僕らのお遊びに付き合っていただきありがとうございます。いやー、そうですね、僕今ちょっとトイレ行ってたんですけど、五十嵐先生、五十嵐先生が出られて、はい、ちょっとおしゃべりしたかったですけどもね、じゃがいもがどうたら言ってましたけど、いやなんか森光がいない間あれですけど、五十嵐先生ちょっとあのすれ違っただけなんですけど、はい、あれですね、あの人多分すごいあの頭の切れる人だと思いますね論理の構成がしっかりしてるような人なんじゃないかな。頭の切れる人なんですね。そうそうそういやいや、ちょっとコメントも来てますので、うん、ツイキャスの方のコメント、うん、行きましょうか、うん、ですね、愛知県のユーミーさんから来てますけれども、はい、鳩の笑顔ってどんななの確かにね、五十嵐先生もう帰っちゃいましたか。表情変えたところ見たことないもんね、鳩が、ずっとフォッフォッ言ってるから、ね、首をクッカクッカ動かしてね、はい、うん、というあとですね、はい、バンスさん、はい、バンスさんからも来てますよ、はい、あの古フルフーって、フルフーって来てますね、漢字で古いに風って書いてフルフーって来てますね、はい、面白い方ですね、ワンさんね。そうですね、はい、ありがとうございます。あとあとコーラピョン、コーラピョンさんからいただいてますよ、はい、じゃがいも見知りって何なんて確かにな、うん、いやでもいいとこ気づきましたね。いいとこ気づき、多分こっちがあの面白いポイントだったと思います。面白ポイント、じゃがいも見知りね、はい、今度これでネタ作ってみるか、じゃがいも見知りいや面白いと思う。イガラシさんにも来てもらって、イガラシさんにも来てもらって、うん、ありがとうございます、はい、たくさんの人聞いてますね、ありがとうございます、うん、ということでじゃあここら辺で曲いきましょうか。はい、曲いきたいと思います。曲大丈夫ですかね。じゃあ曲こちらお送りしたいと思います。ミスターチルドレンで運命。はい、ということで、はい、曲入りましたけれども、ラジオの方では曲、うん、ミスターチルドレンの運命が流れています。ツイキャスご覧の皆さん、はい、そしてユーストリームご覧の皆さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あとサイマルラジオを聴きの皆さんも、皆さんもありがとうございますね。今曲流れておりますよ。はい、あと一コーナーありまして、あと一コーナー、はい、はい、ちょうどあと半分も終わりましたけれどもですね、今日はね、うん、比較的に、順調に時間が進んでおります。進んでおりますね。いや、いいんじゃないでしょうか、うん、ですね、ツイキャスの反応ありましたので紹介しましょうか、はいはい、バンスさんから、はい、ミスターチルドレンでドレミの歌ちょっと聞いてみたいけどね癖があるんでしょうね、いろいろね、ドゥンみたいな、なんかね、ドゥンっていう、どうもどうから入らないんだろうね、そうね、多分ね、なんかちっちゃいツーみたいな、なんかいろんなの入ってるんですよね、テクニックがね、ダクシュンダクシュンはおかしいだろどこの何の音の言葉だばっていうね、いや、いいんじゃないでしょうか、はい、いいですね、自分で解決お悩み自分相談いいですね、楽しいですね。五十嵐先生、コーナー来週どの先生が来るんですかね、例えばリスナーさん気づいてない方が多いと思うんですけど、うん、はいはい、なんかありました、実はなんですけど、うん、五十嵐さんやってたの僕なんですよ森光なんですよね、言っちゃいましたね。いや、リスナーさん本当にもうちょっと今がっかり気づいてなかったと思うんで、なんならちょっと今話してるのチューキャスとかユーストリームだから、そうそうそう、こっちの映像見てる方が多いと思うんですけどね。そうなんですよね、でも気づいてないと思うんですよ。あー、なるほど、ちょっと返信したのは分からなかったかな。いや、分かると思いますちょっと今俺自分の中で押し込みましたけど、いや、分かると思います、普通に普通に分かると思います、はい、まあ、次のコーナーもすごい楽しいコーナーで、そうですね、うん、ちょっと自分の中で楽しいコーナーって言っていいのか分かんないけどね。いや、俺たちは楽しいんですよっていう皆様はちょっとどうかは分かりませんけど、はい、今そうなんですよ、あのですね、うん、まあちょっとツイキャス聞いてる方だけになっちゃうんですけど、はい、こう自分で解決お悩み相談とか、はい、ちょっとなんかこういった悩みを解決してほしいみたいな、うんうんうん、ね、あったら、その、まあ、僕なんかふざけて解決するんでちょっと怒らないでいただきたいんですけども、まともには解決しないんですけど、はい、なんか俺なんかなりね、うん、なんか面白くなんか私の悩み使ってっていう方がいましたら、なんかさ、うん、でも悩みってさ、うん、結構考えてるよりさ、バーッと面白くされた方がね、うん、解決したりもしますから、そうそう、意外とみんながやっぱりそう考え込むほどの、うん、悩みではない、悩みでない場合もあるからね、うん、まあまあそういう場合もありますよ、うん、もちろん結構きつい場合もありますよ、うん、はい、だきつい場合だと僕なんか多分その場合このネタに先行しませんので、そうですね、ちょっと見てからちょっとこれはきついなと思ってすいませんってなっちゃうかもしれないですけど、すいませんので、はい、その場合はなんかそんなの場合があったら、うん、ぜひメールの方で
そうやね、ちょっとツイキャスだとね、ちょっとなんか情報が流れちゃうので、はい、流れちゃうのでメールの方で送っていただければ、うん、一応メールアドレスももう一回紹介しとこうか、はい、ツイキャス聞き、ユーストリームを聞いてる方もいると思うんで、はい、ですね、メールアドレスが797@fmgino1.com ですね、はい、797は普通に数字797で、はい、@fmgino1.com は全部あの、うん、アルファベット小文字で打ち込んでいただければすぐ出ると思いますので、ひらがなじゃないですよひらがなアドレスにするのかなたまにいるかもしれないね、対応しないだろうということですけれども、はい、ギノワンいいですね、 FM ギノワンいいですね、じゃがいもみしりがね、うん、いいとこ、コーラピョンさんいいとこ気づきましたねそうなんですね、この一番のちょっとあの何ですか、ラフポイントというか笑うポイントは、はい、じゃがいもみしりだったということですけれども、うん、いいところ気づきましたね、このバンスさんのアイコンがちょっと腹立ちますね、はいまあ、バンスさんっていうのは僕なんかのね事務所の、あの先輩になるんですけれども、はい、まあ、ラジオオンエア中はもう普通の一般のリスナーということで扱いましたけど、はい、いいと思います、うん、いいと思います、はい、わ、次のコーナーちょっと大丈夫かな、うん、ちょっと緊張するな、そうですね、ちょっと緊張するね、30秒前です、はい開けます、はい、ということで、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴら、お星様ラジオをお送りしております。FM ギドワンの方で生放送中ですよ。はい。はい、ということで、もうそろそろ、うん、コーナーも終わり。終わり。あと時間も少しとなっていますので、うん、最後のコーナー行きましょうか。行きましょう。行きましょう。このコーナー。はい。物語リレー。はい、ということでさ、とどエンディングのコーナー、最後のコーナーとなっておりますので、こちらのコーナーはですね、へいへい、タイトルだけを頼りに、へいへい、即興で物語を作っていくコーナーです。なるほど。はい、僕と森光でね、3往復の間に物語を終わらせていきます。はい、即興で3往復ね、うん、物語を作って、その間に物語を終わらすという。で、今回はどんな物語が生まれるのかをちょっと皆様に楽しんで聞いていただければいいかなと思います。思いますよ。いかんせんちょっと即興でやってますので、はい、なんか お話として、うん、こう急にガガガって終わっちゃう場合もあるし、なるほど。まあなんかね、突拍子もないストーリーになるかもしれないですけど、うん、僕たちはそうストーリーをね聞けないので、はいはい、リスナーのさんの方からどうだったのかみたいな。うん、反応もあれば嬉しいですね。そうですね。ありがとうございます。はい、ということで、いきますか。いきますか。今週、今回の物語のタイトルは、はい、タップダンスを愛した女。はい。いいじゃないですか。タップダンスを愛した女ですね。はい。はい、じゃあ今日は、僕の方から、はい、物語の方を。じゃあ森光、はい、やって次僕がやって、うん、また森光やって。タップダンスを愛した女ね。はい。はい、で物語のじゃあ締めは僕が終わらすのかな。そうですね。終わりはめでたしめでたしにしましょうか。そうですかね、決めそうしましょうか、はいはい、ということでじゃあ行きたいと思います。はい。タップダンスを愛した女。昔々、自分のことを、何もできない、勉強もできずに、運動神経も悪いと思っている女性がいました。その女性は自分のことを変えたくなって、ある日、まあ、あまり外にも出なかった女性ですけれども、外に出て、派手な街に、ちょっと遊びに行こうと自分を変えるために出かけました、その女性が家から出た矢先、自分の足元の方にミミズがいました。ミミズ、はい、その女性はミミズが大嫌いだったため、あ、ミミズだ、あ、ミミズだ、あ、
ってなって足をバタバタさせてこうミミズを足でこうどうにか蹴飛ばしていなくなさせようと足をずっとバタ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 させていました、その女性は自分のことを、まあ運動神経が悪いと思っていましたが、そのミミズを嫌いという心から激しく足をこう動かすことで少しずつですね自分の地面の土があのよっこらせよっこらせとあの消えていくのを感じてこうどん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 足の高速の動きで地面がどんどん掘り進まれていっていつの間にか地球の裏側にいましたいました、はい我に返った女性は、はい、女性はここはフランスのパリじゃないとなりました。そうです、女性は足を高速に動かすあまりフランスのパリまで来ていました、その女性は今まで自分のことを何もできないと思っていましたが、この足の動きがすごいことに自分で気づいたのです。そしてそのすごい足の動きをどうにかして何かに活かせないかと思いタップダンスを始めましたが、足のかかとがそのタップダンスの影響ですごいカサカサになっていました、カサカサになった足を見てその女性は保湿をしなきゃいけないと思い、1日13リットルの水を飲むようになりました。するとその女性は水で腹が膨れお腹がタップタップになり周りの人からはお前お腹タップタップやしタップダンスどころかお腹タップタップで全然タップダンスできないやしとバカにされましたが、私は周りにバカにされても負けないタップダンスだけを愛していこうそう誓うのでありましたとさ、めでたしめでたしはいというようなお話になってるんですけども感じになりましたけれども、いやどうだったでしょうか、うん、これはもう本当に感動できる話ですよね。いやいいですよね。何が伝えたいかと言いますとですね、はいはい、こうやっぱりこう水ね、はい、自分のためと思ってこう水をいっぱい飲んだ挙句、うん、ちょっと自分のお腹がタップタップになってしまって水でね、はいはい、で周りからこう どうたらこうたら言われましたけど、うん、いや私はそんなのには負けないと、うん、強い意志を持って私は一度愛したタップダンスを最後まで愛し抜くと、うん、こんなんでタップダンスはやめないわと、うん、ということで一生こうタップダンスをやっていこうと、そうなんですよね、タップダンスを愛していこうということになったわけですね、うん、これはもっともっとほらやっぱ自分のこと何もできないと思ってた女性が、うん、外に一歩踏み出すことで素敵なね一生愛するべくタップダンスと出会えたっていうのもすごいいい話です ね、うん、ね、こう唯一見つけたタップダンスをね、はい、足バタ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 ってやった、はい、だってフランスのパリまで行っちゃったからさ、はい、ということでどういう人なの、はい、ということで、はい、物語でいかがだったでしょうか。はい、はいはい、じゃあということでましょうかコーナー締めましょうか、はい、以上物語リレーのコーナーでした。はい、ということですけれども、うん、まあ、そろそろね、キンピラゴボウのキンキンピラピラお星様ラジオ、はい、終了のお時間近づいてきていますが、はい、ということで、はい、告知もしましょうか、はい、少しねエンディングですね、エンディングですね、エンディング、はい、はい、ありがとうございます。告知をしていきましょう。はい、最初は冒頭の方でもちらほら出ましたけれども、ね、ちらほら出ましたよ。 私たち FEC はですね毎月第3土曜日にですね、うん、FEC お笑い劇場というお笑いライブを行っていますよ、はい、場所がですね、那覇市の方になりますが那覇市文化展物館4階の展物ホールの方で行っています。今度あるのはですね7月16日の土曜日ですね、あさって土曜日ですね、うん、時間がですね18時半、はい、夕方の6時半会場、うん、会場で19時夜の7時スタートとなっております。なるほど。でチケット前売り料金が1000円、はい、当日1500円となっておりますが、うん、激安、はい、僕らの名前でねきんぴらごぼうでチケットくださいと、はい、当日受付で言っていただきましたら、はい、あのなんともそう なんと前売り料金で前売り料金で、はい、ありますよ。お笑いライブ見れるようになっていますので、うん、ぜひともお遊びに来てください。よろしくお願いいたします、はい、お願いします。はい、次こっち行きましょうか。行きましょう、はい、ということでこちら僕やっていいですか。お願いします。森光お願いいたします。フレッシュお笑い選手権大会という大会がありまして、はい、こちらがですね、うん、出場資格がなんとアマチュアの方ということで、アマチュアの方ね、そうなんですよ。芸能活動を重たる職業にしていない方または舞台活動1年未満の方で、うん、年齢性別問いませんので、いろんな方が、エントリーできる大会なんですけども、うん、はい、
こちら対象賞金が10万円になってまして、なんと賞金も出ますよ。そうなんですよ、うん、それでですね、まあ、ステーキ券が、ステーキ、うん、ステーキ、ステーキ、ね、ステーキが30万円分30万円分じゃん、30枚分、びっくりだ、30万円分って、や、賞金よりめっちゃもらえるやしってまあ3万円分ですね、はい、30枚、あ、そうなんですね、うん、あ、でもいいじゃないですか、3万円相当のステーキ券がもらえますので、うん、そちらの方もいいですよね。これ応募締め切りはいつまでなんですか？応募締め切りが7月26日、うん、火曜日、6時必着となっておるんですけども、来週の火曜日ですか、はい、再来週の火曜日か、うん、はい、で応募方法がですね、うん、FEC のホームページから、はい、応募フォーム、ご応募くださいということで、はい、FEC お笑いで検索してください。よろしくお願いします。予選が7月31日日曜日、本選が8月6日土曜日となっております、はい、まだ詳細は FEC のホームページに載ってますので、うん、そちらの方チェックよろしくお願いいたしま す、ということで、はい、お送りしてきました。そうなんですよ、きんぴらごぼうのもう終わりの時間なんですよね。きんきんぴらぴら、お星様ラジオいかがだったでしょうか、はい、ありがとうございます。また来週もね、生放送予定ですので、お時間ある方は聞いてください、はい、あとちなみに、この FEC チューンドを毎週ね、はい、あの FEC の芸人で持ち代わりでやっていますので、うん、明日は火曜、はい、あ、金曜日、うん、KY デンジャラスという僕なんか後輩芸人がお送りいたしますので、そうなんですね、はい、そちらの方も、はい、聞いてください。よろしくお願いいたします。このラジオ来週はですね、うん、5000億倍面白くなっているということで来週もぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします、はい、ということで以上、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオでした。来週も聞いてくれないと、きんきんぴらぴら星に変わってお仕置きよ。ありがとうございま す。ということで、はい、ツイキャス、ユーストリームはもう止まってるんですかね、まだかな、どんないですかね、はい、ということで、はい、うん、ご覧の皆様、今ラジオの生放送の方が終わりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ユミさんお疲れ様でした。ありがとうございます。ユミさんありがとうございます。コーラピョンさん、コーラピョンさん、はい、ハードル上げたな、お疲れ様でしたと。いや、ハードル全然上がってないですよね。確かになんか来週はあの、はい、あの5000倍面白くなってますよね。5000倍じゃないから、はい、5000億倍だっただいぶ桁違う5000億倍面白くなってますので、うんうん、ぜひとも聞いてください。よろしくお願いいたします。ね、一応ね、はい、生放送中はそんなに触れなかったんですけど、はい、あのバンスさんから、はい、また僕なんか自分の先輩のバンスさんからツイキャスの方メッセージ来てまして、うん、はい、多分あれですね、あのお悩み相談のコーナー当てですかね、うんうん、あの夏なのにセミヌードっていうセミが見つからないんですけどどうしたらいいですかと、ちょっと面白そうですけどね。そうですね、セミヌードっていうセミが見つからない、うん、どうしたらいいですかね、うん、これはとりあえず、うん、クマゼミから探すじゃないですか、ね、まずはセミを見つけないとダメだよね、うん、クマゼミ、アブラゼミとか見つけて、うん、その過程でセミヌードっていうセミが見つかってるからさ、そうですね、多分セミをせこうセミをせって、うん、セミをねこうずっとこう見つけていくことによって、うん、年も取っていくさね。そうですね、その過程で多分セミヌードを見つけてると思う、うん、多分一生懸命セミを見つけてたらいいと思いますね、はい、お近くのコンビニとかに行ってちょっとなんかあのそういうなんかまあコーナーがあるかもしれないですから、ね、そこに行って、うん、ちょっとレジまで行っていろいろ見てみてください。幾分かのお金を渡したら、うん、よろしくお願いいたしますね、はい、探せるかもしれないです、はい、ちょっと、コメントをね返せない方もいると思いますが、はい、いろいろいますよ。あやぷーさんという方からもお、きんぴらごぼうわらわらと、あやぷーさん来ています、はい、ありがとうございます。え、俺なんか見逃したんだ、ちょっと多分見逃したと思う、すいませんでもきんぴらごぼうわらわらだから、わらわら特にこれといってコメントはないんですけどいや、ありがとうございます、いいですね、ありがとうございます。もしかして、あ、多分あの、ね、あのあやぷー